パオライスの材料はこちらに示した通りです。先に目玉焼きを作っておきます。フライパンを油で熱し、おろしニンニクと玉ねぎを炒めます。玉ねぎが透き通ってきたら、ピーマン、パプリカ、しめじを入れ、サバ缶を加えて、ほぐしながら炒めます。オイスターソース、ナンプラー、醤油、砂糖、胡椒を入れて、水分がなくなるまで炒めます。ちぎったバジルを加えてさっと混ぜます。ご飯の上に炒めた具と目玉焼き、飾り用のバジルを盛り付けて完成です。キウイキャロットサラダの材料はこちらに示した通りです。人参を千切りにします。ヨーグルト、オリーブオイル、酢、胡椒、塩を混ぜ合わせます。人参、キウイを入れて混ぜます。盛り付けて完成です。ぜひ作ってみてくださいね。